今日はポケモンコラボコアラのマーチの発売日。ロッテ、俺の言いたいこと、わかるよな？はい、皆さんこんにちは。今日はスーパーに行ったところコアラのマーチが売ってたので買ってきました。お前ってポケモンとコラボしてるからってその商品を買うタイプの人だったっけ？いいえ、普段の私なら好きなポケモンがいない限りはスルー。お財布に優しい脳内になってるのよ。でも今回のコアラのマーチはスルーできない。たとえカゴに入れる時に近くで幼女先輩が何とも言えない視線を向けてても。ご褒美だよね。罰ゲームだよね。てか、そこまでして買いたかった理由は何なの？こういう商品ってマーリザードンは入って当たり前だけどそれならカメラ回さないだろうし。やっぱり、俺の映像を収めるために回してくれたのね。入ってないよ。それじゃあ俺だな。入ってないよ。入ってないよ。さっき不採用通知来てたよ。つうかいつまでお前その状態でいるんだよ。これはまさか、諦められなくてコアラになりきっている。いや諦めてくれよ。コアラは1日に18時間以上寝るとされる。つまり、今は寝ているのか？落っこちた衝撃で打撲して死んだだけだろ。死んでないよ、まったく。俺を差し置いて採用されるとは不定野郎だ。どんな奴なのか確認してやるからな。ロッテ、本当にそのポケモン入れて大丈夫なのか？大丈夫に決まってるじゃない。ようやく私に正当な評価が下されたのよ。私はリザードンやピカチュウに肩を並べる人気ポケモンだってね。それならナックラーも肩並べる人気ポケモンにならね。まあナックラーのグッズ売れたし BKB48 に入れてあげてもいいわよ。BKB48 ってなんだよ。ポリツー、かっこいい。バリイケメン。キモ。ピカチュウ、海流、ベトベトン。ヤドランどこ？フェローチェには残念なお知らせなんだけど、これは一部のポケモン以外の選抜基準がしりとりっていうコンセプトがあるんだ。え？しりとり？ほらパッケージにもしりとりつなげようって書いてあるでしょ？要するに、お前はしりとりで都合が良かったから選抜されたの。もしもしろって、私が人気だから選ばれたんじゃないの？返事がないってことは肯定ってことね。無敵理論やめろ。うるさいうるさいうるさい。ほら、出たポケモンも同格の人気ポケモンでいっぱい。全員可愛いけどこれが人気ポケモンかと言われると話が変わってくる。てかナックラーかぶっててくさ。一箱目が大体終わったけどポケモンの数がコアラより明らかに少ないね。どうなんだろう。箱によって決められてんのか、たまたまこの箱が外れなのか。数なんて関係ないわよ。私が入ってるのが当たり、入ってないのが外れ。Are you okay? Not okay. 俺が採用されてれば最初から出てたんだけどなぁ。フェローチェじゃなぁ。ああ、選ばれなかった雑魚の嫉妬気持ちいい。なんだこいつ。次こそは華麗に登場してみせるわ。私が出たらみんなもコアラのマーチを買いたくなるに違いない。むしろ買ってきなさい。沼に引きずり込むな。ちなみに、わかってるとは思いますがこれは企業案件じゃありません。UB がいるから勝手に動画化してるだけです。UB いてもいなくてもうちらには来ないよ。あれ、なんかポケモンの数追いついてね。置きミスでポケモンが横7列、コアラが横6列になってますが、現在両者の数は大体同じですね。それじゃ、基本的にコアラのマーチの半分はポケモンって考えて良さそうだぜ。なんだお前。じゃんけんすんな。とりあえずフェローチェは出たので、目標達成、残りの箱含めてあと何個入ってるかだけ確かめよう。48種類あるから確率的に出ないよりなのぜ。やった、リザードンも引けたよー。あれ？そういえばこれしりとり企画なのに何点で終わるリザードンがいるのかしら？エースバーンとリザードンは、コンボの締めらしいです。これ私の終わりえだから絶対エースバーンが次じゃない。もう出たし。次は筆終わるやつ探さんとな。筆終わるポケモンなんてガノンドロフしか思いつかないわよ。そのポケモンベルト出身らしいね。本当にポケモンですか？なんか2体目来たわ。初手のマッシブーン、カズのフェローチェ。フェローチェは1匹いたらたくさんいると思いなさい。お前がそのセリフ言うと反応に困るんだよなぁとまた出てきたし。そろそろ筆終わるポケモンが来てくれないとしりとり的に困るんだよね。わかったわ、任せといて。有言実行やめてくれませんか？なこと言っても筆終わるポケモンなんてウルフしか思いつかないわよ。お前スマブラやってる？ふがつくポケモン、いるにはいるぞ。内定したから出番が欲しいです。クリスマス動画でしか出番ないやつじゃん。お前のせいだろクソが。ってことはこのコアラのマーチ、テテフも入ってるってことなんだね。でも、残り枠的にあとポケモンは1体だけ。これでテテフを引けなければ、しりとりのコンボをつなげられない。頼む。